はい、はい、ロック福田の腕時計魂、今日は、はい、もう3回目じゃないですか、田中社長。はい、ありがとうございます。3回目ですね。はい、はい、腕時計魂で皆さんおなじみのコモンタイム横浜元町本店さんに今日もお邪魔しております。はい、そして今日はですね、素敵なゲストが2人いらしてくださってます。こんにちは、山田レオンと言います。よろしくお願いします。こんにちは、原氏です。お願いします。で、今日は、はい、納品の儀があるということで、私たちもそちらに立ち会わせていただけるということで、はい、楽しみですね。楽しみにしててください。はい、じゃあ2階に行きましょう。いよいよですね。はい、ここに、じゃあ、お願いしようかしら。はい、お願いします。山田レオン様、こんにちは。大変お待たせいたしました。さあ、開けさせていただきます。はい、変わりますね、箱が。あ、そうですね、以前は木製のものだったんですけれども。こういう箱なのね。ね、箱を見えることはなかなかないんですよ。曜日だけの観音開き、うん、はい、皮の毛が入っているんです。はい、中もトラベルポーチになっておりまして、ちらっけさせていただきます。こういった形で時計が入っております。はい、あ、すごい、ちらっと見えます。ちらっと、綺麗。はい、山田さん、大変お待たせいたしました。はい、おー、すごい、すごい、すごい。手に持った感じはいかがですか？いやー、ずっしりときますね。あと、このやっぱりダイヤルがすごく、なんだろう、黒なのに透明の、なんか透明感がすごいなっていうのと、あとインダイヤルとやっぱりこのブレスの色が、なんていうんですかね、同じピンクゴールドなので、すごく一体感もあります。文字盤もオニキスを使用しておりまして、はい、ステンレスモデルでも健在でした、ポリッシュとサテンのコンビネーションの仕上げですね、こちらがゴールドでも健在ですので、角度を変えていただくと違った見え方をしますので、そこもぜひご堪能ください。はい、はい、あと裏が綺麗なんですよ、このムーブメントが。うん、なんかその仕上げがですね、結構ジラルペルゴこだわってるなって今回思うんですけど、まずこのローターなんですけど、これがコートドジネーブですね。ジータの方が多分これはペルラージュ加工されてますよね。はい、結構なんか鏡面加工されてたりとか、なんか三連加工されてる部分とかがあるので、すごく裏が綺麗です。はい、だから全体的にすごくなんか綺麗ですね。山田さんもぜひよろしければお付けになってみてくださいね。はい、わかりました。ジラールペルゴといえば、やっぱりコモンタイムさんな感じが、この腕時計魂の私たちはしてしまいますけれども。そうですね、こちらで買われようって決めたのは何かあったんですか？やはりそのお二人が今まで出てらっしゃる動画とかを見て、やっぱりフランソワペルゴさんっていう方を知って、でやっぱり横浜とそのジラールペルゴのつながりっていうのもやっぱりちょっと感じましたので、まあ、ぜひコモンタイムさんでぜひ買って見たいなというので、ちょっと今回お願いしました。うん、なんか嬉しいですね。うん、このモデルはなかなか入ってこないんじゃないですか？そうですね、非常に貴重な一本となっておりまして。いいですね、素敵ですね。はい、素敵ですね。私インスタグラムやってて、はいはい、ちょうど昨日で1年になるんですけど、はいはい、フォロワー5000人いったんですよ。おー、すごい、すごい、おめでとうございます。それでちょっとやっぱり見てるんですけど、はい、なかなかこれはまだアップされてないので。いや、僕見たことない。うん、なので多分、まあ、世界で納品されたの初めてじゃないかな。おお、そうかもしれないですけど。すごい、はい、かもしれないですね。付け心地もいかがですか？ベセットも人間工学に基づいて作られてますので、すごく手首にフィットする仕上げになっております。はいはい、全然なんかつけてるそのなんてバランスが良くて違和感がないというか、すごくつけ心地がいいです。
タラシーさんも時計好きとしてはいかがですか。本当にお似合いですね。今日コーディネートも時計が加わってもうバッチリ100点満点です、ね、ちょっと頑張りました、はい、ぜひ横から傾けて見ていただくと、はい、ベゼルサイドがポリシーでキラキラ光っていると思うんですけども、はい、そのケースサイドはサテン仕上げになっておりますので、はい、で駒も中駒がポリシーになっているので、はい、角度をつければすごくその立体感が分かる仕上げになっています、ね、ここからでも綺麗ですね。ロレアートの伝統的な手法ですね、はい、これはまた家帰ってずっと見ながらお酒飲めるやつです ね、 ねご自身でねあの写真も撮られるので時計のあそうですね、はい、この後結構パシャパシャ撮ってインスタに上げてみようかなと思ってます撮影仕事が楽しみじゃあもしよかったら一度ご覧になっていただけますか。嬉しい嬉しい、はい、いいんですか。せっかくの記念ですので。あ、ありがとうございます、はい、じゃあどうぞ。うわー、なんかすごい重量感、うん、すいません、なんかお先にしかもなんかこうエッジがすごい立ってるんだよな。ピンピンですね。なんで、うん、触るとわかる。本当、うん、いいですか、私も失礼します。本当だ、あの来ます ね、 ね。いやでもあのブラックなのに透明感があるっていうのをおっしゃってたのはやっぱり近くで見るとねより感動しますね。そしてこのポリッシュとサテンのやっぱりこの仕上げの試合で立体感とねすごい高級感ですね。そうですね、またオニキスというところも普通の時計の三連仕上げと違いまして、あの、はいはい、すごく透き通ったおっしゃる通り透明感というところで本当に漆黒のブラック、うん、そういったところで他の仕上げにはない高級感がこのモデルにありますね、うん、はい、ラッカとは違うよね、うん、ね、ね、すごい。いやいやいや、いろんなオニキスをちょっと私もいろんなブランドの見たんですけど、うん、一番綺麗かなと思いました。あ、そうだ、はい、すごい、うん、時計愛好家としては見たいですよ、はい、じゃあ一旦そちら側に、はい、そちらサイドにお返しして、僕らは先に見てしまいました。すいません、はい、先にじゃあ見ますか。いいですか、はい、どうぞ。嬉しそう嬉しい、なかなかだって実機手に取れないですからね。本当におっしゃってたみたいに重厚感、うん、重量があるのと、うん、オニキス自体があまりないですよね。オニキス自体は今まで限定で何本か出たんですけど、うん、ピンクゴールドと合わせるの今回初めてで、ロレアートって1975年に、うんまあ、あのリリースされた時は、うん、なんだろう、そんなにやっぱり人気が出なくて高級だったっていうのもあるんですけど、はい、うんまあ、ようやく今最近ちょっと人気が機械式を積んでからなんかちょっとやっぱ人気が出だしたんですけど、うんうんまあ、そういう意味で言うとなんかこれ本当になんだろう集大成かなっていうぐらい完成度が高いなっていうふうに思うんですよね。なんか一番いいとこ取りを全部なんか集めたようなそんな時計かな。やはりあのロイヤルオークとかノーチラスもそうなんですけれども、うんうん、本当に1970年代って時計業界では特別な年だなと私はすごい個人的に思っていまして、本当にもう今から何十年も前ですけれども、はい、今こうして新作として出しても、うんうん、本当に古臭さを全く感じない完成された時計という意味では本当に最高の一本を選びいただいたなと思います。ラグジュアリースポーツっていう感じですよね、うん、そうですね。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。で、実はですね、はい、あの今日、せっかくなんでということで、はい、特別なモデルをご用意いただいているということで、はい、これを真面目に言うと僕、まだ全然見てない。話には聞いているんだけれど。ということで、お願いいたします。はい。何が来るんだろう。こんにちは。あ、佐藤さんだ。はい、すいません、もう3度目になりますので今日は山田さんおめでとうございます。ありがとうございます。実はちょっとご紹介する前に先ほど渡しさせていただいたロレアートは実は発表されたばかりのモデルで、はいはい、日本では一番初めに実は山田さん、はいはい、お渡しさせていただいております。はい、なんでそういったところでも本当に今日も本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ジラール・ペルゴといえばそうですね、コモンタイム、はい、と思っていただけたら嬉しいですね。さすが、はい、すごいな。
で、今日はもうまたせっかくなので、はい、普段なかなか見れないですね、ジュラルペルゴが誇る、はい、といえばトゥルビオンなんですけども、はい、おお、はい、スリーゴールド、トゥルビオンと言いました。アンベール、はい、ちょっと見てください。うわー、すごい、すごい、はい、こちらなんですけど、まあ、ジラールペルゴのトゥルビオンというとやっぱりこのスリーブリッジっていうところイメージだと思うんですけど、はいはいはい、こちらのスリーブリッジのトゥルビオンというのはもう実は150年前にすでに考案されているっていう、でかつその、マイクロローターの自動巻きのトゥルビオンであるっていうところ、はい、トゥルビオンっていうとやっぱり手巻きの時計っていうのをイメージされるのが多いと思うんですが、こちらマイクロローターを乗せたトゥルビオンで、かついいですか、ちょっと裏から見ていただくと自動巻きなのにローターが見えないですね、はい、そういうことか。で後でちょっとじっくり見ていただきたいんですが、表から見ていただくとこちらの隙間からですね、マイクロローターが見える、なるほど、特殊な、はい、で仕上げももちろんこだわっておりまして、このスリーブリッジのトゥールビオンを磨くだけでも1週間の時間かけてます。もうここの3つのパーツだけで1週間、はい、贅沢ですね。贅沢です。でやっぱり他のモデルと違って特別なモデルなので、こちらのモデルは2度組みをする徹底ぶりですね、はい、ネジ1本までもう丁寧に磨きやっております。これ触っても大丈夫？もちろんです、ゆっくり見てください。じゃあこれも山田レオンさん、 ありがとうございます。山田レオンさんのためにご用意いただいたんです、はいはい、ありがとうございます。ゆっくりご覧になってみてください。その子も連れて帰っちゃうみたいな、ね、うん、これが悪魔のささやくやつですねすごい綺麗ですね。でもちゃんとそのスリーブリッジっていうのが何て言うんですかね、意味があるように作られてるんですよね、これ、はい、コンクールの記事でしたっけ。あ、そうです、そうです、そうですよね、コンクール用に一応その、うん、考案されてるんですけど、昔制度競争をやっぱり天文台に出してコンクールするじゃないですか、うんうん、はいはい、でその時にやっぱりなんていうんですかね、まあ、どうしたら制度がいいかっていうのをずっと考えてたんですけども、でその時にやっぱり初めてなんていうんですかね、トゥールビオンを使ったのが確かジラルペルゴって聞いてるんですよ。で設計自体はその前にもうされてたんですけども、うん、でコンクールで初めて出展させたのがなんかジラルペルゴで、はい、って聞いてます。だから一つ目の端に香箱が乗ってて、二つ目で二番車で、三番目の端にトゥールビオンっていう設計を、うん、コンスタンジラルさんがしたっていうふうにはちょっと聞いてるんですけど、はい、すごい、みんなが詳しい。いや、詳しいですよ、ね、田中社長田中さんみたいな、そう呼んじゃって言うなら来ちゃうから、ね、もう続きというか田中社長、はい、そうですね、素晴らしいですね。なんかもう時計というかちょっと美術品、おっしゃる通りですね、ですよね、本当にそう思います。文字盤と加工もこう何でしょう、おちょっと年輪のようなオーバルのような形でこうラインが入っていてすごく素敵ですね。ちょっと何でしたっけ、枯山水の庭みたいな感じそうかもしれないですね、うん、日本人の方にはすごくね、またそういったところでもデザイン的にもお好きなんじゃないかなと思います。これはすごいな。はあ。トゥルビオンだとサイズが大きくなってしまう傾向多いと思うんですけど、やっぱり40ミリで作れるっていうのがやっぱり技術だと思うんですよね。このサイズがまたいいよね、本当に。いや、今日はいいものを見せていただきましたね。というわけで、この後、もしかして山田レオンさんが買っちゃうかもしれないよとこういう状態でね、いうことです。こういう状態で、はい、ということで、無事に納品しましたけれど、おめでとうございます。こちら の売り場についてちょっと田中さんと改めていいんですか、ご説明を、はいはいはい、は初めてご覧になる方、うんうん、と思う、お願いします、はい、ありがとうございます。まあ、横浜と縁が深いブランドですので、非常に、まあ、売り場のスペースはそんなに大きくないですけども、希少なモデルを非常に多く揃えて、お待ちしておりますので、好きな方いましたらぜひ、気軽に遊びにいらしてください。ということで、はい、ありがとうございます。採用整列みたいに、はい、はい、
いやいや。ということで改めてどうですか。はい、やっぱりこれはあの横浜 の, あのこのジラールペルゴとやっぱりあの縁の深いお店で、購入できたということと、あと今回あの皆様にあの憧れの福田さんとか、あと丸山さんとかあの納品の儀にあの立ち会っていただいて、すごくこれ記念になります。ありがとうございました。でも時計って本当にどこで買ったかとかいつ買ったかとかってずっと記憶に残るじゃないですか。なんかやっぱ特別なものって感じしますよね、はい、そうですね、はい、そういう意味でね、ジラールペルゴのこのお店で買うっていうのはもう僕は個人的にすごく正しいんじゃないのかなと勝手に思ってます、はい、ということで、こういうね、納品に、僕とマルちゃんがついてっちゃう、そうそう、ついてっちゃうっていうか邪魔しに行くっていうね、はい、あのシリーズ化していきたいと思うので、我こそはという方いらっしゃったら、どんどん名乗り出てください、ということで、次は誰かなということで、また見てくださいね。じゃあまたね。またね。